こんにちは、三菱自動車の城下町に住んでいるのにランクルに乗っているカピトラです。こんにちは、ランクル初心者の霊夢です。いや、ちょっと驚いてるぜ。なんで？久しぶりにショート動画をアップしたんだけど、あまりにマニアックな内容だったのに。視聴回数が306回の段階で、いいねが20回もついてたぜ。6.5%？ ああ、多いだろう。いや、多いかと言われても。まあ、そういうことで特にいいねをつけてくださった視聴者様には感謝の言葉をお伝えしたいと思いますだぜ。まあ、冗談抜きにして、俺は視聴回数よりコメントの多さとかいいねの回数の方をよく見ています。そりゃまたなんで？視聴回数稼いでもアンチばっかり集まっても楽しくないし。どうせなら、こんなマニアックな内容に付き合ってくださっている黒缶沼の住民の方々に満足していただけるコンテンツを量産したいと思うからな。普通に考えたら、黒缶4区がマイナーになっているのに、さらにマイナーなランクルで、さらにマイナーな70系での黒缶という100万ですもんね。100万よな。ということで今回も、ドマイナー一直線、黒缶沼の住民必見の話題を掘り進めたいと思いますだぜ。よろしくお願いします。で、今回は何？ランクルに大原則のローギアは必要か？を検証してみたいと思います、だぜ。これはどういう意味？ランクルをはじめとする、黒缶4区と呼ばれている車には、一般道を走行するためのハイギアと荒地など走行抵抗が大きい地形を走るためのローギアがあるのは知ってるよな？それくらいは知ってるわよ。ランクル70系だったら運転席の真横にニョキッと突き出しているレバーで切り替えが可能だ。ちなみにこのギアはマニュアルミッションのギアみたいにシンクロさせる機能はついてないんで、ギアの切り替えは完全に停止してから行う必要がある。止まらずに走りながらレバー操作をするとどうなるの？やったことないから知らないけど、普通に考えたらガリガリ言うだけでギアはまともに入らないし、下手すやトランスファーが壊れるな。壊れるのね。最近の車ならもしかすると走行中切り替えできる4区もあるかも。だがそんな便利機能は複雑化&高額化するだけなんで個人的にはいらないな。止まって切り替えればいいだけですもんね。カピトラ登場。また、俺らみたいないわゆるパートタイム4区の場合、フロントハブをロックさせるために車外に出ないといけない場合も多かったので、停車して切り替えが当然ということだったんだな。ランクルユーザーは、ローギアに切り替えする人ってどのくらいいるのかしら？うっすら積もる程度の雪なんかだと、普通に走れたりするんで、下手すると何年も乗っているけどローギアに切り替えしたことない人ってのもいるかもしれないな。あなたはそういうユーザーに対してどう思っているの？ああ、いいんじゃないか。海外に輸出されてしまうことを思えば、どんな形でも国内に残ってくれていればありがたいことだし、そういうユーザーの方もいつかヘビー黒缶に目覚める日が来るかもしれないからな。あなたの動画を見たら、逆に黒缶したくなくなるんじゃない？うるさいな。まあ、そうならないような動画を作ろうと思ってるぜ。で、今回のテーマは、普通の人が滅多に入れる機会のないローギアについての解説から入るわけなんだけど、まずは前回に引き続き、チャット GPT さんに黒缶4区のローギアについて教えてくださいと聞いてみようと思うぜ。黒缶4区。カッコ黒缶 4WD のローギアについて説明します。ローギアは、オフロードや困難な地形での走行時に使用されるギア比の一つです。黒缶4区は、その特殊なデザインと機能により、険しい地形や障害物を乗り越えるために設計されています。ローギアは、エンジンの出力をトランスファーケースを介して車輪に伝える際のギア比を下げることで、トルクを増加させる役割を果たします。お、まともな回答してるじゃないか。まともじゃないのを期待してたみたいね。ローギアの利点は以下の通りです。トルクの増加、ローギアに切り替えることで、エンジンからの出力が車輪により多くのトルクを伝えるようになります。これにより、坂道や悪路などの困難な地形でのトラクション、カッコグリップが向上し、車両がより効果的に進むことができます。速度の低下、ローギアはギア比を下げるため、車両の速度が低下します。この速度の低下は、技術的に難しい場所での制御や、険しい斜面での安定性を向上させるのに役立ちます。駆動力の制御、ローギアは駆動力をより繊細に制御できるようにします。緩やかなスロットル操作で車両を制御することができ、特にトラクションが不安定な場合や、滑りやすい地面での走行時に有用です。なんだ、結構まともな回答を出してるじゃないか。それは良いことなのよね。ああ、だけどこういうのは模範的回答ってやつなんで、ひねくれ者の俺としては、よりディープな考察をしたいと思ってるけどな。まず、なんでローギアがいるのか？だけど、これはチャット GPT も言っているようにトルクを増大させるためだぜ。このような荒れた地形で車を移動させるとき、必要とされるのが車を押す力だ。それはエンジンのパワーってこと？ちょっと違うかもな。エンジンのパワーは、エンジンが単位時間で発生する仕事量のことを言うな。一般的には、馬力やキロワットで表される数字なんだが、抵抗の強い地形で車を進めるのに必要なのはエンジンそのものの回転力の大きさだぜ。タイヤを回転させたり、車を動かすのに抵抗が強いから低いエンジン回転からより強い回転力を発揮できた方がオフロードでは扱いやすいだろってことだな。ああ、なるほど。なんとなくわかったわ。でだ、自転車しか乗ったことがない霊夢でもわかりやすい例えにしようと思うんだが、自転車を漕ぎ始める際や、坂道を登る際には、ギア比が低い1速だとか2速のギアを使うのはわかるよな。ええ、わかるわ。高
高いギアのまま坂道に突入したりすると、ペダルが重すぎて全く動かなくなることあるものね。ああ、動き始めや急半の上りなど、抵抗が大きい時はこんな感じで、自転車だけでなく自動車でもより低いギアを選択するわけなんだな。なるほど、わかりやすい例えね。さっき、エンジンの発生するトルクとはエンジンの回転力だと言ったけど、エンジンの回転力が弱い車の場合、どうすればより大きな回転力が得られると思う？うん、さっきまでの文脈で言うと、より低いギアを選択すればより大きな回転力が得られるということなのかしら？うん、まあ正解だな。カッサラ登場。厳密に言うと、弱いエンジンの回転力をギア比を低くすることでカバーするなんだけどな。どういうこと？力のないレイムが急半を自転車で登ろうとすると、それまで3回転漕いでいたところを10回に増やせば楽に登れるようになるだろ？何度も何度も踏まないといけないけどね。ああ、そうだな。エンジンが1回転する力が弱ければ、何度も回せば増幅させることができるって考え方だな。で、ランクルやジムニーなど黒缶4区と呼ばれている車は、副変速機と呼ばれている通常使うハイギアではなく、2倍とか3倍も低いギアに切り替えることが可能なわけなんだ。俺はランクルのことしか詳しくないので70系を例に出すけど、俺の PZJ70 の場合は、ハイギアが1と全く減速されないのに対して、ローギアは約 1.9 と2倍近くも減速されてるぜ。つまりだな、わかりやすく適当な数字を上げると、ハイギアのままの1速では、アイドリング回転では時速4キロで走るのだが、ローギアに落として1速でアイドリングのまま走らせると時速2キロになる、という感じだぜ。数字は適当だけどな。ギアを落とすということは、実際に速度が落ちるから減速というわけなのね。ああ、そうなるな。ちなみに俺が前持っていたジムニーの JB23W とかの場合、ハイギアが 1.32 でローギアが 2.643 という感じでハイギアが直結ではない4区もあるぜ。減速比1のことを直結とも言うのね。そういうことだな。なんでランクルはハイギアが直結で、ジムニーはハイギアまで若干、減速されているか知りたいか？ただでさえマニアっぽい話題に黒缶初心者の方や若い方はついてこれないのに、無駄にややこしくするつもり？ああ、それなら説明しないでおくぜ。多分、これが理由だろうと思われているエロい方は、コメントで説明してあげてくださいね。解説者が解説せずに視聴者の方に説明を丸投げするのを初めて見たわ。ここで一般的な話をしておくぜ。同じパワー、カッコトルクを発生するエンジンを搭載した車でも、より軽い車はギア比が高めで、より重い車はギア比が低めの傾向がある。例えば、今映っている 1HZ というトヨタの 4.2L ノンターボディーゼルを乗せている車としては、ランクルステーションワゴン最強と俺が勝手に呼んでいる、80のスタンダードモデルがあるぜ。車両重量はランクル70のミドルの HZJ73V が 1990kg なのに対して、80スタンダードの HZJ81V が 2030kg と 40kg ほど重いな。だが、ミッション、トランスファー、デフなど全てのギア比が合わさった総減速比で言うと、HZJ73V が 38.97 なのに対して、HZJ81V が 42.61 と80の方が約 10% ほど多く減速されているな。ちなみにこの2台は、ほぼ同時期に発売されていた車なので比較としては適当かな、と思った次第だぜ。より重い80は減速比を多く取ることで重さをカバーしているわけなのね。カッサラ登場。エンジンの回転力のことをトルクと呼んでいて、エンジンのトルクをカバーするためにギア比を落とすということはわかったわ。今回の動画のテーマはランクルに大減速のローギアは必要か？ということだったわけなんだが、実は、ランクルの総減速比は数ある黒缶4区の中では比較的、高い方なんだぜ。え、そうなの？例えばジムニーで俺が唯一乗った JB23W などで言うと、総減速比が 46.47 だったりするぜ。え、ジムニーって重さは1トン程度でしょ？意外とギア比が高くないのね。まず、エンジンに粘りがないガソリンエンジンなこと。そして、排気量が圧倒的に小さいので粘り強く回る力がどうしてもランクルのディーゼルエンジンと比べて小さいからだろうな。だけど、ジムニーの最近の改造のトレンドとしては、ローギアの減速比を大幅に落として、総減速比が100を遥かに超える車も珍しくなくなってるな。そうなの？最近の車は昔と比べてタイヤの台形化が大幅に進んでいるので、特にその傾向が強いな。タイヤの台形化？タイヤも言ってみれば歯車の最後の1ピースなわけなので、タイヤが大きくなればなるほどギア比が高くなるんだよ。つまりだ、タイヤの台形化が進んだことや、突撃系ではなくゆっくり這う超低速クロール系の走りがトレンドになりつつあることで、トランスファーのローギアのギア比をノーマルに比べて大幅に落とす改造が流行っているというわけなのだよ。ああ、なるほどね。で、あなたはランクルで大減速させる改造は必要なのか？を考えたかったというわけなのね。ああ、前提条件の説明が長くなってしまったけどそういうことだな。ちなみにあなたの車の総減速比はどのくらいなのかしら？自分の PZJ70 は、ローギアのギア比をノーマルの約 1.9 から約 2.3 に落としているので 40.58 だな。え、意外と地味な改造ね。ああ、オートマ用の 2.29 号のローギアを移植しただけだからな。ちなみに部品代は20年ほど前でトータル4万円ほどだったかな？うん、高いのか安いのかよくわからないわね。減速比が3倍とか4倍になるギアのセットを売っているのを見ると、20万円とか30万円ほどするみたいだな。え、そんなに高いの？ああ、だからそんなに高い部品を入れる必要は本当にあるのか？と視聴者の方々も交えて一緒に考えてみたいと思ったわけなのだよ。そういうことだったのね。やっとこの話をネタにした理由がわかったわ。
って、あなたの考えはもう決まっているのよね？難しいところだよな。え、もしかして決まっていないの？自分自身の車をどうするかは決まってるぜ。ランクルにしては低速クローリングが苦手な車なので、ほんのちょっとだけ減速しようとして、クローリングしやすくする改造で終わりだな。クローリングってゆっくり這うような走りのこと？ああ、そうだ。亀みたいにゆっくり這う走らせ方のことだ。あなたは減速費を大幅に落とすという改造をするのに及び腰なのよね。それをこの動画の視聴者の方々にもおすすめしないの？まあな。最初からノーマル車としてランクルを手に入れた人に対してはローギアの大幅ダウンはおすすめしないけどな。なんで？まず言えるのが、先もちょっと言ったけど改造費が比較的かかるからだな。確かに20万とか30万円は高いわよね。ああ、例えばノックス法の規制地域に住まれている方で古いランクルを手に入れたとしたら、まず排ガス規制に通すだけで結構な大金が必要だったりするよな。普段田舎に住んでいる私たちには縁がない話だけどね。言うてもお隣の兵庫県は特定地域があるので人ごとじゃないけどな。そういえばそうだったわね。ああ、で、万が一のことがあっても困らないように、国内の排ガス規制に縁がない会社扱いの80を買ったんだよな。例のオーストラリア帰りの80よね。そうだ。また最近はランクルが高騰し続けているし、今後出てくる新車も昔のランクルみたいに大排気量ディーゼルに物を言わせてドロドロ這い回るような走らせ方はできないので、古いランクルは今後、値下がりする可能性がかなり低いんだよな。私みたいにこれからランクルを入手しようとしている人は大変よね。ああ、だからあまり高額な改造費がかかるようなことはお勧めしたくないし、それが当然みたいな風潮ってどうなの？って思ったりするんだよな。あなた、昔から貧乏黒缶ですものね。ああ、金をかけないことこそ正義の黒缶が俺の遊戯だからな。あら？てっきりうるさいよって言うかと思ったわ。うるさいよ。それと、俺がいまいち、大減速化の改造がおすすめできない理由の2番目として、トルク増大によるデメリットがあるからってのもあるぜ。荒れ地やデコボコの激しい地形で車を進ませるのに、エンジンの回転力が必要で、ギア比を落とすことでトルク不足を補うって言ってたわよね。デメリットって、あるの？ああ、そのトルクの増大が思わぬ故障を誘発させる原因になることが割に多いことだな。これは特に岩場などで多いことなんだけど、タイヤが溝とか岩の隙間などに綺麗にすっぽりとはまってしまってタイヤがロックされるような状態になることは結構あるぜ。こんな時、ちょっとでも黒缶走行に慣れている人なら少し駆動をつなげてみたらすぐに異常に気がつくので、駆動を切ってウインチやハイリフトジャッキなどでの脱出に切り替えるんだけど、黒缶に慣れていない人は、そのまま構わずに駆動力を伝えてしまって、CV ジョイントやドライブシャフト、デフなどをバキッと壊すことがある。こんな時、ノーマルギア比のような車の場合は、トルク不足で車を無理やり押すことができなかったりするな。つまり、大減速した車というのは、諸刃の剣になることがあるということだ。ふむ、つまり初心者のうちは岩場などは走るなってことでいいのかしら？走るなとは言わないけど、正しい情報は頭に入れておいてほしいかな。カッサラ道場。あと、大減速した車のデメリットの一つにバックしにくくなるということもあるかな。バックしにくくなる？どういうこと？トランスファーのローギアが4倍くらい減速したランクル70に乗ってみるとわかるんだけど、ノーマルの70の半分の速度で進むことができるんだぜ。4倍減速って半端ないわよね。ああ、俺も初めて PZJ70 の4倍減速のランクルに乗った時はマジで驚いたな。エンストしやすいだとか難所に差し掛かった際などに半クラしなければ速度が出過ぎてしまうという PZJ70 ならではの欠点は全くなくて、これって6気筒の 1HZ 並みかそれ以上のトルク感じゃね？と思うくらい、足が遅くてトルクフルな感じを満喫できるぜ。欠点ないじゃない？だけど、急半を登っていてバックでリカバリーする際などに、バックのギア比も倍になるので速度も半分になるんだよ。これの何が問題なの？ああ、これは単純に慣れの問題なんだろうけど、バックでリカバリーするときに減速が効いた車だと坂の途中でインブレで止まってしまう感じになるので危ないことがあるんだよな。バックに入れてクラッチを繋げた瞬間に急ブレーキをかけたようになるのね。ああ、だからアクセルを煽ってエンジン回転を上げたり、最初からクラッチを切って車重を生かして坂を降りるなどの対策が必要なんだな。でも、結局は乗りやすくなるというのがあなたの評価なのよね。そうだ、価格や壊す原因になることがあるとかバックが難しくなるというようなデメリットはあるけど、メリットの方が多い改造であることは間違いないと思うな。それでもあなたは全てのランクル乗りやこれからランクルに乗ろうとしている人に大減速はおすすめしないのよね。ああ、これには大きく分けて二つの理由があるぜ。まず一つ目は、適度なギア比の方が操作が難しい分、楽しくなるからだな。ローレンジのギア比が4倍とか3倍に慣れている人が、俺の PZJ70 に乗ったらさぞや運転しにくく思うだろうなと思うんだよな。実際、俺が4倍減速の PZJ70 に乗ったら、自分の車を運転したくなくなるしなわらわら。ただ、これはあくまでも俺自身のこだわりみたいなものなので、これを見てくれている視聴者の方はご自身のホームグラウンドや思考などに合わせて選択してくれればいいと思うぜ。二つ目の理由は、37インチなどの台形タイヤを履く車なのにノーマルギア比のランクルが出現するようになったからだな。37インチというと随分、大きいサイズのタイヤよね。ああ、俺としてはもともと32インチサイズのタイヤで黒缶してたのが、10年ほど前から34インチにサイズアップしたばかりなんだがな。ただ、これもよくよく考えてみると割と理にかなっていると思うようになったんだよな。単純にタイヤの直径だけで考えると、大きいサイズのタイヤはギア比を上げる効果しかないんだが。
岩場や段差を乗り越える際などでは、直径のでかいタイヤの方が抵抗が少なく、より小さい力で乗り越えやすくなるわけだな。え、ということ？つまり、台形タイヤはギア比を上げてしまうというデメリットがある代わりに、段差を乗り越える抵抗が減るので、メリットとデメリットが相殺されてゼロになると考えることもできるかなと思うんだよな。でも、極めて遅い速度で這うのは苦手になるわよね。ああ、だけどそういう時はエンジンを積極的に粘らせたり、ハンクラを使えばいいんじゃないか？ハンクラの使いすぎはクラッチが滑る原因になるんじゃないの？まあ、確かにクロカンしている間、ハンクラばかり使っていたらクラッチが滑るのも速くなるかもしれないんだけど。先日、自分の車のクラッチ盤を交換してみて、意外なほど摩耗が進んでいなかったと思ったんだよな。え、結構あなたはハンクラも使うスタイルなのにどうしてかしらね？ああ、そこでちょっと考えてみたぜ。ハンクラは確かに使っていたけど、ウインチングの最中でトルクアシストしている時にウインチで引く速度とタイヤの回転速度を合わせるためにハンクラ使っていたり、極低速で這う時にエンジンを粘らせる操作でハンクラも使用することがあったくらいなので、エンジンをバカみたいに孵化した状態でのハンクラとかはしてないんだよな。それにだ、ハンクラが嫌なんだったら最初から突撃系の走りに切り替えて、必要最小限でハンクラを使うというクロカンスタイルで走り込みしてもいいんじゃないかと思うんだよな。何か、すごく難しそうなことをしろって言っているように聞こえるわよ。ああ、俺もそのスタイルで走り込みしたことがないから耐久性などのデメリットは把握してないんだけど、誰でも運転できる車よりは、他の人が乗っても乗りこなせない車の方が間違いなくクロカンは楽しくなると思うんだよな。新たな境地を切り開くという意味も込めてノーマルギア比なのに台形タイヤを選択している人を応援しようと思います。でも、あなた自身は34インチのタイヤを履いてクロカンするのよね？ま、そうだな。よっぽどのことがない限り、これ以上大きいタイヤを履いて走り込みはしないと思うな。やっぱり台形タイヤは耐久性に不安があると思うからかしら？ああ、先日買ってきた73のハンドルを握って、広場の溝を下って方向転換した瞬間に、左前のハブがボロッと取れて偉いことになったからな。泥の海の中に落ちたハブを探すのにマジで1時間かかったもんな。あの大雨が降った日よね。大変だったのね。ああ、やっぱり台形幅広トラクションタイヤはろくなもんじゃねえという思いが俺の中でより確固としたものとなった瞬間だったな。だって、32インチや34インチのタイヤを履いて20年以上ガチクロカンした俺の70で駆動系を破損させたことは一回もないんだぜ。それがここ数年しかまともにクロカンしたことがないランクルで簡単に破損するってことは、エンジンの大きさやタイヤのデカさ以外に原因はないと思ってるんだわ。やっぱりそうなのかもしれないわね。ま、俺としては大きくても34インチ程度までのタイヤしか履くことはないだろうけど、より台形タイヤを履くことを非難するつもりはないぜ。俺がしないこういうチャレンジも、将来的には強化部品の登場や壊さない工夫や技能が開拓されるかもしれないからだぜ。こういう新たなチャレンジは若者の特権なんだから、好きなようにすればいいと思うわ。とりあえず今回は、ランクル2大原則のローギアは本当に必要か？というテーマで思考実験をしてみたので、台形タイヤを履くことのデメリットについてはまた別の機会で考えてみようぜ。台形タイヤについての考えも、それぞれの人で違いがありそうだからいろんな意見を聞いてみたいわね。ああ、もちろん今回のランクルで大原則のローギアを本当に入れる必要があるのか？ということに対する考えも、ぜひコメントでどしどし書き込んでほしいぜ。では、今回の動画もこれで終わりにしましょう。せーの。また見てね。